広い空に何を感じ、雨も憂鬱と寝ぬイメージできない、誰も知らない皆さんこんばんは、貧乏中年 TV のこたつです。今夜は年末スペシャルということで、僕がずっと行きたかった激ヤバ心霊スポットの白鷹王冠というところに行こうと思います。関西の人とかであれば知らない人はいないんじゃないかなっていうぐらい有名な場所で、もともとすごい力を持ったシャーマンの方が修行されていた場所で、シャーマンの修行場っていうだけあって、やっぱり何かしら強い力が働いてる場所なのか、肝試しに来た人に霊が乗り移ってそのまま行方不明になってしまったみたいな話もあるんですよ。山の中にあるらしいので、昼間のうちにまた調査をして夜どこで一泊するかっていうのを決めていきたいと思います。ではまあ早速山の方に向かっていきたいと思います。はい、今白鷹狼の入り口まで到着しました。見ていただいたら分かる通り、周りは自然に囲まれてて、この家も多分廃屋だよね。まあ誰か来てこうお供え物とかはされてるみたいなんですけど、かなり朽ちていて、まあ神社としてはよろしくないんじゃないかみたいな風に言われてますね。ちなみにここの場所をお伝えするの忘れていたんですけど、奈良県にありまして、ここは中井茂野さんっていう方が作られたシャーマンの修行場だったそうです。ああ、鳥居にも書いてあるね、白鷹王冠。この白鷹っていうのが白い狐を指しているらしくて、そのシャーマンの中井茂野さんが夢の中でその白い狐に出会って修行を始めたことによってシャーマンの力を身につけていったらしいです。ここに名前があったりすんのかな？あ、あるわ。中井茂野。あ、なんか倒れてるけど。これは関係あるのか？紙。あ、心理教。辰川。あ、滝川行場。じゃあここは滝行する修行場だったってことですかね。まあ、なんかこの先また道がかなり荒れてるけど、これはただの木か。ああ、鳥居あるわ、目の前に。この鳥居は特に何も書かれていないかな。また鳥居出てきたよ。古女郎大師。あれ？白鷹狼じゃないの？なんでこれだけ白鷹なのか。まあ、白龍か。白龍狼か。狐じゃなくて、龍の神様を祀られてるのかな。おお、なんか建物もある。なんだあれ。ああ、もう窓ガラスも割れてて、あ、中も荒れてそうですね、これ。あ、トイレか。この修行場に来る人用に作られたトイレですかね。普通家とかだったら中にトイレあるよね。しかも鳥居もある。ちょっと見に行ってみますか。まずはちょっと家の方から失礼します。お邪魔します。ちょっと暗いね。わあ、もうこれは完全に廃墟だね。あれ？
れ果てててもう床も抜けてるし、こっちはもう寝るとこうかな。まあここを管理されてた人、まあ、もしくはその中井重乃さんっていう方が住まわれていた場所かもしれないですね。まあ、ちょっとここも夜またチェックしに来ますか。でこっち側が、ああ狐のお面あるわ。なんか怖いねこの狐のお面。目がすごい鋭いし。ここに灯籠があって、これはなんだ？賽銭を入れるやつかな？失礼します。あ、何も入ってない。置物が置いてあるから、狐を祀ってる場所だっていうふうには聞いてたんですけど。なんか葉っぱとかも綺麗になってるし、やっぱりまだ参られてる方はいらっしゃるんでしょうね。うん、やっぱりここはちょっと気になるので、また夜に行きたいと思います。とりあえず、先の方に進んでいきますか。あ、こっちにも鳥あるわ。なんか鳥がいっぱいあるな。しかもまたなんか違う文字が書いてある。天才諸神。いろんな神様を祀ってるのか？なんかこの先の鳥居の、右奥ぐらいでなんかが動いたように見えたけど、うわこっからはなんか鳥居が続いてるね。特になんか書かれてるわけでは、書かれてるわ、人の名前。なんかこういう石碑に立ってるやつって、お寺を建築するために寄付した方とかそういう名前を書くイメージなので、その関係なのかもしれないですね。ああ、なんか建物もいくつか見えてきましたね。わあ、なんか寒いなこの辺から。急にちょっと空気が変わる感じがする。まあ狐が祀られてるのと、あとあの辺はいろんな神様の名前が石に彫って、わめっちゃ下に狐飾られてる。ちょっと近くで見てみるか。ちょっと待って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 ね。いや今飾られてる小さい白い狐の置物を見に来たんですけど、この狐、マジでやめて。この狐の首、何これ。なんか、なくなってるんですけど。誰かがいたずらでしたの？なんか良くないことが起きそうな気がする。ああ、こっちにも狐あるけど、やっぱ首あるよね。うん。てか怖いな、この。何？なんか今耳鳴りみたいな、キーンってなったんだけど。いや、間違いなく、ここもなんかあると思うな。ここからは、なんか下ってんな。うわちょっとなんかこの先行きたくないな、これ。またさらに雰囲気が変わったわ。これは、行って大丈夫なやつか？なんか今鈴の音聞こえなかった？
鳥の鳴き声とは全く別のシャラララランみたいな。ん？誰も来てないよね。え、やばいってこんなん夜来て本当に大丈夫？不安でしかないわ。この先かな？確かなんか滝修行場のところに防空壕があって、先ほど話した少女が行方不明になったっていうのは、その場所で霊に取り憑かれたかららしいんですよ。だから多分今から見に行くところが、今回の白鷹狼で。はい？なんか今。え、完全に男の人に話しかけられなかった今。やばいなこれ、マジで怖いぞ。夜来れるか。あ、あれが滝の修行場かな。あとはここに建物が一つと奥の洞窟か。この崩れてるのはトイレだね。さっきあったやつ同じやつかな。で、問題はこっちか。まあ、滝の方もちょっと見ときますか。まあ、滝のしぶきの音であんまり声とか入らなくなってしまうかもしれないですけど、なんかこっちにもある。ここでも神様を祭りながら滝の修行されてたんですかね。そもそもこの水ってどれぐらい冷たいんだろう。あー、なるほど、死ぬね。あの洞窟の前か。この洞窟やばいな。昼間でも真っ暗なんですよ。なになに、なんか奥の方からドンってなったけど。しかも狛犬どこ。ないけど。なんか中からなんか聞こえない。あー、なんだここ、雰囲気がすごすぎてなんか行きたくない。ちなみにこの鎮魂って書いてあるここが入り口なんですよ。で、ここに入っていった少女が霊に乗り移られたと言われているので、まあ、霊がいてもおかしくはないよね。ここもまた夜来ますか。いや、マジで怖いわ、ここ。これで今、白鷹狼を一通り回ったので、まあ、ちょっともしかしたら今、声入りにくいかもしれないんで、滝の音が聞こえない場所まで移動しますか。はい、今、首のない狐がいるところまで戻ってきたんですけど、まあ、見た感じ、かなりやっぱり雰囲気はあるし、もう昼間でもなんか怖いもんな。ここに夜来るってなると、何が起きてもおかしくないのかなっていうような感じはしますね。で、まあ回ってきたところで、まあ夜見たいところとしては、一番初めにあった廃屋と、あとはまあ狐のお面があったところで、二つ目がこの今いる首のない狐がある場所。ちょっとここも気持ち悪いんだよね。で、最後はやっぱりなんといっても滝行ができるところのあの洞窟、まあ、その3箇所を見て回るとして、問題はキャンプするとこだよね。皆さんはどう思いますか。どう考えても洞窟ですよね。まあ、ちょっと状況を見ながらどこで泊まるかは決めたいと思いますけど、
まあ、第一候補としては洞窟で、第二候補はやっぱりこの首のない狐がいるこの場所ですかね。まあ、ちょっと考えながら夜になるのを待ちたいと思います。ではまた夜にお会いしましょう。はい、夜になりました。まあ、今時刻がちょうど23時を回ったところですね。まあ、天気がね少し崩れてきちゃってて進みにくくはなってはいるんですけど、まあこういったもやがかった日の方が幽霊の目撃情報は多かったりもしますので、幽霊に出会えることを期待して調査していきたいと思います。では進んでいきますか。いや、やっぱ夜に来ると雰囲気全然違うね。周りもライトを照らさないと見えないし、なんかやっぱこのもやがかってる感じとかも気味が悪いわ。うわ、もう真っ暗だな、こっちも。なんか反射が人が立ってるように見えてめちゃめちゃ怖いわ。ではお邪魔します。こんな荒れてたっけ、ここ。雨で落ち葉とかが乱れてるせいかな。なんか昼間来た時よりもすごい道が狭く感じる。なんか奥の方で女性の声みたいなのしませんでした？何？いや、この時間に人がいることはさすがにないと思うんですけど、まあ、この湖とかも。何あれ？岩？ん？うわ、危ねえ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 。なになになに？ちょっと待って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 。ちょっとまだ入り口なんですけど。わあ、もうなんかすごいなこれ。寒気がマジで止まらん。まだ全然鳥居とかも出てきてないんですけど、一歩一歩進むたびにどんどんなんか恐怖が強くなっていくな。この森っぽいのを越えたあたりに一歩目の鳥居があるね。なんか下も雨で、昼来た時、ん？なんだろう、なんか池の方でさっきからすごい音とか声っぽいのが聞こえるけど、これが二つ目の鳥居。家ってどの辺だっけ？もうちょい先だっけ？あそこも気持ち悪かったんですよね。ああ、ここ？違うな、もうちょい先さ。まあ、あの家がこの白鷹狼を作り上げた中井重乃さんの家なのかどうかわからないけど、まあ、もしそうなのであれば、中井重乃さんは89歳でお亡くなりになられてるので、まああんだけ荒れてて何も片付けられてないっていうのは納得はいくんですよね。見えてきたね。じゃあ今回まず一つ目の調査スポットとして廃屋とその横にあった狐のお面がある鳥居のある場所、
調査していきますか。びっくりした。なんか全てが人に見えるわ。では上がっていきますか。目の前に鳥居があるのが、うわ、何？何の音？え？中に、誰かいる？え、住んでないよね、さすがにこの家に。中はボロボロだったもんね。こんばんは。誰か中にいらっしゃいますか？え？何の音？ん、なんか、影みたいなの動かなかった今。マジで怖い。死ぬ。ん？なる？なになになに？顔じゃないよね？え、ちょ、待って待って待って。草？もう本当に怖い。いや、この家の近くでも、女性の霊が、目撃されてるんですよね。中井重野さんが住まわれてたなら、その霊とかなのか？とりあえず中入ってみますか。お邪魔します。中には誰もいなさそうだけど、こっちに誰かいたりする？いないよね。なんで音が鳴んの？本当によくわからん。ん？来てるものといえば、何これ、なんとか木曜日守護、お札とかそういう系。あ、なんか写真もある。ここ、わあ、でももう潰れてて、いや顔だよね。いじみなのかな。なんか女性の顔に見えるけどな、これ。他にもないか。え、何これ。第70番本山寺観音寺。え、なんかお寺にいろいろ回ってるけど、これ修行してる時の写真とかじゃないの？人が写ってるけど、これはどっちなんだろう？女性なのか男性なのか。なんか男性っぽいけど。え？何？何ですか？トリフィールドつけてみるか。まあ、数値的にはゼロで、反応はないけど、なんだったの？いや、なんか、奥にめっちゃ紙散らばってるけど、あの辺お札関係とかじゃないかな。
まずこれが五大力孫恩英。なんだろうね。待って。完全に今、ガラスの音鳴ったよね。見た限り外にも誰もいないと思うけどな。ちょっとなんか、手紙を見つけたんですけど、これはさすがに宛名が載ってるんで、名前は伏せるんですが、中井さんではなく、計算宛て？わからないですけど、年月はかなり経ってそうではありますね。何？なんか今喋らなかった？なんて言ってるか聞き取れないけど、ボソボソ。ちょっとす、え？スピリットボックスやってみますか。なんかすごい霧があるからか、画面ももやっぽいね。こんばんは。近くに誰かいらっしゃいますか。めっちゃ反応ある。そう。さっきからね、男の人の声が聞こえるんよ、ここ。男性の方ですよね。なんて言ってんだ、そうって言ってんのか。おそらく、さっき見た、紙に書いてあったのも男性の名前なんですよね。白鷹狼で見られる幽霊っていうのが女性だけじゃなくて男性とか、なんかすごいいろんな目撃報告があるので、まあ一体だけではないんでしょうけど、まあ、この家に住んでた方なのであれば悪さとかはしないよね。やっぱ夜来ると雰囲気あるな、これ。爪のお面とかもちょっと怖いね。なんかこの辺で女性の霊を見たとか、足をつかまれたとか、なんかそんな話もあるんですよね。まあ、でも神様を祀ってあるので、ここにいらっしゃるのは神様だと思うんですけど、森の中に誰もいないよね。めっちゃ怖いわ、周り。やっぱりこの辺の葉っぱも造花じゃなくてちゃんと生の葉っぱだから、誰かがこれを祀ってきれいに管理とかはされてるんでしょうね。まあ、その割にはこの辺はちょっと荒れてるけど、見た感じここは特に異常はなさそう。
一応鳥居も含めて写真撮っておきますか。それじゃあこっち登っていきますか。いやー、なんかどんどん霧が濃くなってきたね。え、ちょっと待って、何？いなんか今いなかった？この右のこの辺、気のせいか？なんか昼間来た時もここかもうちょい奥ぐらいで何かが動いたように見えたんだけど、うわぁ、もう本当になんかゾワゾワするわ。あ、また鳥居があるからもうすぐ神社の境内のところかな。うわ、これやばいね、本当に。ここは夜に来るもんじゃないわ。雰囲気がすごい。この掲示板みたいなのも昼間見た時には気づかなかったけど、まあまあおそらくあったんだよね。何がもともと書いてあったんだろうね。ん？ん？なんか誰か来てたりしない？前も後ろも横も全部怖いわ。で、ここが、狐の首がなくなっていた、まあ、神社ではないのかわかんないけど、なんか境内っぽい部分ですね。まあ、あんまり詳しく昼は見れてないので、中ちょっと見ていきますか。では、2箇所目。お邪魔します。まずは、右のあの、祠みたいなやつから見ていきますか。これなんて書いてあるんだろう。教える親の社。ここの狐のやつが、まあ、かなり綺麗なものが並んでるし、あ、これも相当綺麗だね。わあ、狐と真ん中に鏡あるわ。この後ろのなんか扉とか、なんなんだ。おお、わ、全然気づかなかった。こんなとこにも、なんか祀られてるけど、この鳥やばいな。パズル丸大神？どっかの神様を祀ってるんだろうけど。ん？いや、本当になんだろう。
この森の中めっちゃ人の声すんな。至るところから、みたいななんか、言葉にならないような、そんな声がね、めちゃめちゃ聞こえるんよね。で、この辺に、あったわ。いや、これ本当にやばい。なんでこれだけ首がないのっていうのと、その首がどこに行ったのっていう。なんかいたずらとかだったらこの辺に落ちててもおかしくないと思うんだけど、全くそういったのもないんだよね。で、この辺はもう多分全部神様だよね、きっと。一番でっかいのとか、天才小大衆。あ、なんかさっき、鳥のところにも書いてあったね。この白鷹狼聞いてたのは、中井重野さんがいらっしゃらなくなって、亡くなってしまってから、管理が行き届かなくなって、荒れ果ててしまったみたいな話を聞いたんですけど、教師の方がいらっしゃるなら、管理はできたんじゃないかな。なんで、荒れ果ててしまったんだろう。と、ここもなんかね、雰囲気すごいんで、何枚か写真撮っておきますか？何？本当にもう。え？暗いからそう見えんのか？フラッシュも焚いて、ライトも照らしたのに、なんか白黒の写真みたいな気持ち悪い写真撮れたんですけど。マジで嫌だな。ちょっともう一回写真撮るか？なんか明らかにおかしいよね、この写真。やっぱこれぐらい明るく撮れるのが普通だよね、カラーで。え？なんかいるの？ちょっとトリフィールドをオンにしてみますか。数値的にはゼロで、何も反応はしてないんだけどね。はい。では、今時刻が1時42分と、まあ、結構時間も経って、ちょっとお腹が空いてきたので、まあ、最後の一番やばいところを向かう前に、まあ、ここ、屋根があるので、この下を借りして、ご飯食べていきますか。はい、今日作るものはですね、まあ、年末ということなので、ちょっと豪勢に、すき焼きうどん入り、これを作って食べたいと思います。はい、完成です。じゃあいただきますか。お肉、マジうま。
体は温まるけど、なんか背筋のゾワゾワっとする寒気はちょっと収まらんな。何？ドンってならなかった？誰も来てないよね。ちょっと怖いから向こう側も照らしとこう。なんか今女性の声したんですけど、何？なんかめっちゃ近くで声聞こえるんですけど。ごちそうさまでした。では今全部食べ終わって、時刻が2時19分と、まあ牛蜜時になったので、一番やばいと言われている修行場の部分に向かいますか。では最後、一番やばいと言われている修行場の方に向かいますか。いや、こっから本当に怖い。霊に乗り移られたみたいな話を聞くのって、やっぱり今まで見た1箇所目2箇所目じゃなくて、この先の3箇所目なんですよね。階段も雨で濡れててちょっと危ないな。いやでも、こんな山奥で一人で修行してたって、すごいな。めちゃめちゃ怖いでしょ、こんなとこ。でも、とりあえず進むけどさ、なんかもう、もやで本当に前が見えないんだけど。はい、ちょっとさっき使ってたカメラがね、もう外が寒すぎて、画面がもう曇り始めて見えなくなってきたので、手持ちカメラの方に変えて進んでいきたいと思います。いやー、この先にあった洞窟？まあ、もともと防空壕だったらしいんですけど、あそこの雰囲気は確かにやばいよね。何、何、何だと？なんか誰かの歌みたいなの聞こえるんですけど。何これ？え、今完全になんか、女性が歌ってたよ。何今の音、本当にやば。おーおーおー、何、めっちゃめっちゃ怖いというか、え、マジで怖いわ。何今の。みたいな、なんか少し年配の方ぐらいの声、ちょっと低めなんですけど、普通にめっちゃ鳥肌立ったわ今。なに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 、なんつった今。待って待って、絶対人いる、絶対人いるわこれ。
今この辺で男の人の声が完全に下、なんか動いたね今。やばいねこれ。なんか女性と男性喋ってるよねこれ。僕の聞き間違い？いや。絶対聞こえたって。なんか生々しすぎてちょっと鳥肌が止まらん。でやっぱ人いないんだよねこれ。わかんない、これ聞こえてない人には僕が一人芝居してるようにしか見えないと思うんですけど、マジで聞こえたんよ。ちょっとまずこのトイレ側写真撮っていいですか？なんか男性が写りそうな気がする。で次この滝側、写真を後で見返すとして、とりあえず進んでみますけど、何もう本当にやめて、何今の足音みたいなの。どん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 みたいな、めちゃめちゃ迫ってくる感じで来たけど、おお何本当に。いやダメだね、こういう時こそ落ち着かないと。とりあえず落ち着いて進みましょうか。ここ待って、今なんか耳元でそうねみたいな女の人喋ったんだけど、本当に嫌だ、もう笑えてくるぐらい怖いわ。これマジで止まれるかな、本当にやばい気がするんだけど。またえぐ。なんか滝の方で、いやまあこっちかもわかんないけど、誰かが歌ってるように聞こえたのは何だったんだ今の。上とかにも誰もいないよね。なんか多分ね、滝の音で聞こえないかもしれないけど、めっちゃ女性の笑い声とか声が聞こえてるんですよ。これ相当怖いよここ。中に誰かがいるのか。
先の方にもなんか書いてあるわ、あれ。遠くて読めないかもしんないけど。この今照らしてるとこに、100人唱えるまで読めるんだけど、もう一文字が火で覆いかぶさってて読めんけど。でもね、100人唱えるまで来たら、僕の思い浮かぶのは、100人供養だよね。いや、多分あれどけると、供養って書いてるように思うけど、100人もここで亡くなってるってこと？そんなのやばいって。ああ、だから鎮魂って書いてあるのか。じゃあ最後、ここも入っていきますか。それでは、失礼します。やばいよねこれ。おおおお、なんか奥からめっちゃ聞こえるんですけど、何よこれ。防空壕ってこんな、しかも狭いの。ちょっとね、これ本当に入っていいのかな。行っちゃいけない感がすごいんだけど。なんか16歳の女の子もこの中に入って取り憑かれたっていう話でしょ。いやまあグダグダ言ってても仕方ないから、とりあえず行きますか。人通れる？なんかしかもあれ落ちてる？石か？今日音するけど、うわ滑るな。え、ちょっと待って、あれ靴じゃない？なんでこんなとこにあるの？え、ちょっと待って、しかも2個あって、この大きさ的に女性もんじゃない？え、多分23、4センチとかそれぐらい。え、でもこれ以上先マジで下もうぐっちゃぐちゃなんですけど、え、この先に、え、ごめん、ちょっとマジで嫌なんだけど、こんばんは、どなたかいらっしゃったりしますか。反応ないね。うわもう絶対汚れるけど、行けるとこまで行きますか。
あ、やばい、無理かもな、これ。どうやって入るんだ、これ。開けた。相当奥まで続いてんぞ、これ。あ、やばいやばいやばい、めちゃめちゃ滑る。そもそも空気あるよね、これ。この高さであるからいけるか。誰かいますか？なになになに、なんかめっちゃ足音みたいなの聞こえるんだけど。しかもこの中、ああ、泥がもうやばいんだけど。え、何この湖みたいなやつ。ここが一番奥なんですけど、なんか水があって、その中にこの管みたいなのが続いてるけど、で左側はもうね、行き止まりなんですよ。この中に入っていっちゃったとか。いや、もうない、ないよね。あの靴は何だったの？脱いだらだって帰れなくない？え、ちょっと、やばすぎるんですけど、これ。念のためというか、トリフィールドを一応つけてみますか。値的には反応はしてないね。もしなくなってるんだったら、この中で。いや、まあ少なくとも防空壕だもんね。スピリットボックスもやってみるか。すいません。この中に誰かいらっしゃいますか？あ、ちょっとやばいわ。戻りながらやろうか。どなたかいらっしゃいましたら、返答をお願いします。なんか足音聞こえるけど、どっちから？どなたかいらっしゃいませんか？待って待って、なんか後ろからピチャンってなったけど。ごめんごめん、ちょっと出よう。やばいわ、ここ。何、本当に。はい、中からなんとか帰ってこれたんですけど、いや。この中マジでやばい。でもここでも怖いもんね、普通に。
うわ、なんかもう、もうなんかどんどん聞こえるし、なんなのこの音。3カ所回ってきましたけど、いや間違いなくここが一番やばいよ。まあ、ちょっと外雨も降ってるので、まあ、屋根があるのはいいんですけど、いやこんなところで寝れるかな本当に。まあ、幽霊を見るためなので今日はこの場所で一泊したいと思います。まあさすがにねテントとかを広げるのは難しいので、まあ、持ってきた椅子に座ってちょっと寝ようかなと思います。まあ夜明けるまでまた4時間ぐらいかな、時間はあるので、まあ、何が起こるのかっていうのを見ながら休めればいいかなと思います。なんかやっぱ喋ってる。ちょっと待って待って、めちゃめちゃ近かったけど今。ちょっと待って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 、ごめんなさい、ちょっと待ってね。間違え、なんて言ってたんだろう。誰もいないんだけどな。ちょっと返さないって言われてたら怖いから、スピードボックスが意味あるのか分かんないけど会話してみますか。すみません、今なんておっしゃったんですか。返さない。待って、なんでさっき反応しなかったのに、こんなの人の声。ちょっとごめんなさい、ついてこないでいただけますか。ちょっと待って待って、何めっちゃはっきり鳴くから声聞こえたけど、お願いします、ついてこないでください。お願いします、本当に。反応はしなくなったけど、これで大丈夫なのかな。
と分からん、ごめんなさい、なんか霊感がある方分かるんであれば教えてください。本当にヤバいんであればお祓いに行きたいと思います。なんか誰か来なかった今。なんかちょっと明るく外はなり始めてるけど。何の音かよくわからんの。ちなみに今時刻は6時55分、まあ、もうちょっとしたら朝だね。まだちょっと完全に明るくはなってないのでもう少し待ちますか。はい、完全に朝になりまして、まあ、ちょっとね一刻も早くあの場所を離れたかったんで車に戻ってきました。まあ、今回白鷹狼激ヤバ心霊スポットっていうことで行かせていただいたんですけど、あの修行場のあたり、いや本当にヤバかったです。いやもうね雰囲気もそうなんですけど、男性の声とか女性の声とか声がめちゃめちゃ聞こえて、いや本当に霊っていう存在がいるのかもしれないなっていうのを思わざるを得ないような場所でしたね。まあ、貧乏中年 TV 今年最後の動画になるわけなんですけど、今年1年間やってこられましたのもご覧いただいている皆様、またご支援いただいている皆様のおかげでございますので、本当に今年も1年ありがとうございました。まあ、来年はねさらに皆さんに楽しんでいただけるような動画を作れるようにねこれからも努力していきますので、2022年も貧乏中年 TV をよろしくお願いいたします。今年も残りわずかですけど皆さん良いお年をお過ごしください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さん1年間ありがとうございました。編集担当のしろっこでございます。来年もこたつさんの心霊面白怖い動画を作っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。皆さん良いお年を。Just do it, just do it. Hare wa ta ta, 空教えてくれ無知な この霊に正しさらで色んないのなら煙のように消えてくだけさ。